コア i9 13900K の無制限で100度いかない。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら MSIMAG コアリキッド E360 になります。お、管理推霊。はい、こちらは MSI から9月22日に発売された新商品で、時の流れや日食の形状からインスピレーションを得た、今までの MSI とはちょっと違った管理推霊になります。確かに今までの MSI の管理推霊とはちょっとイメージが違うわね。ということで今回はこちらの管理推霊がどのくらい冷えるのか見ていきたいと思います。クーラー検証ってことは、もちろんインテルコア i9-13900K で検証をしました。あれ、14世代じゃないの？さすがに変えてません。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまずは恒例のホームページから見ていきましょう。 MSI にはグレードによって名前がついているのですが、シュラミちゃんわかりますか？ M なんとかの3文字のやつですです。まずは一番上の MEG、こちらは MSI の中でも一番ハイエンドな部類を総称して MEG と言っています。そして続いては MPG、 こちらは MSI パフォーマンスゲーミングの略で、個性的でスタイリッシュなデザインのものが多いです。そして最後が MAG、 こちらは安定性と耐久性に優れ、快適なゲーム体験を実現する全ての方に向けたシリーズで、特にミリタリーデザインなどが多いシリーズになります。で、今回の管理推霊はこちらの MAG シリーズとなります。ではシリーズの話も済んだのでホームページも確認していきましょう。今回のこちらの管理推霊は時の流れと回帰日食をイメージしたデザインとなっているみたいです。確かに光り方が日食というか月の満ち欠けみたいな感じね。さらにヘッドは270度回転するので、どの向きに取り付けてもロゴが正面に来るみたいです。ベース部分はかなり広い設置面積の銅製のベースプレートで、迅速に冷却水へと熱を伝導し高い冷却を出しているみたいです。あとはポンプや3層モーターコア、12本のユーロを設けたラジエーターや強化メッシュスリーブチューブなどが書かれていました。あとはファンや細かな説明が書かれており、下の方に行くと、下の方に何かあるの？あれ、これってどうやらソニックスーパースターズパソコン版を購入するとこちらの管理推霊がもらえるみたいです。いやでくよ楽。あ、失礼しました。 MAG コアリキッド E360 を購入するとソニックスーパースターズパソコン版がもらえるみたいです。パーツを買ってゲームがもらえるのはかなりいいですよね。確かにそれはあるわね。ところでこれいくらなの？こちら編集時点での最安値が21,230円でした。管理推霊としては気持ち高めかしら。でもシュラミちゃん待って、ここにさっきのソニックスーパースターズがつくと考えると、ソニックスーパースターズが現在スチームで6,589円だから、管理推霊代21,230円からソニックの6,589円を引くと、実質14,641円でこの管理推霊を買えるということです。そう言われるとなんか安い気がするわね。だよね。では次は実物を見ていきましょう。シュラララ。それでは早速開封をしていきましょう。外箱ですが、黒と黄色がベースとなっており、個人的には日食よりも月の方がイメージしやすいかなと思いました。こちらの管理推霊は箱の側面から開けていきます。ではオープン。開けるとまずは紙が2枚入っていました。レビューシェアの紙と EU の規制に関する通知が入っていました。ではさらに開けていきましょう。中身はこのように梱包されていました。ではそれぞれどんなものが入っているのか見ていきましょう。まずこちらがネジ類ですね。管理推霊はパーツが多いからいつも大変だなって思っちゃうのよね。そのお気持ちはわかります。ただ今回こちらの細かいネジたちの袋なんですが、なんとそれぞれに名前が書いてあるんですよね。こちらはインテル用のブラケットなんですが、このように名前が書いてあるので、取り付ける時も確認しながら出せるし、逆に片付ける時も同じ袋に戻せるのでかなり良いなと思いました。確かにあんたみたいにすぐ袋をまとめてしまっちゃう人なんかにはいいわね。では付属品のパーツを紹介していきます。まず最初はこちら。お、これはもしかして？はい、こちらはインテル用のバックプレートとなります。こちらは2種類入っており、 LGA1700 用とそれ以外のインテル用のバックプレートとなっていました。ちなみに材質は樹脂製のプレートでできていました。厚みはあまりない形でした。あれ？ってことは？はい、少し力を入れてみたのですが結構曲がりやすいですね。マザーボードが反るなんて話もありますが、個人的には金属製でも樹脂製でも冷えてくれればいいかなとも思ってます。ただ長期的に見て、樹脂製を使った結果、マザーボードの反りが治らない等の心配もなきにしもあらずなので、金属製の方が心配は少ないかなと思いました。こちらはインテル用と AMD 用のブラケットになります。こちらはスレッドリッパー用のブラケットです。スレッドリッパー対応のクーラーってあまり見たことなかったんですが、ブラケットも結構大きいんですね。かなり頑丈そうね。ですね。こちらは各種ネジ類となります。ネジ類の袋にも名前が書いてあるので、どれが何のネジかわかるのもありがたいです。
特に終わった後の片付けには個人的には重宝します。いつもあっちこっちにネジがバラバラだもんね。こちらはファンの連結ケーブルになります。スリーブ状になっているのがノイズレデューサーケーブルといって、ファンの回転数を下げてノイズの抑制を抑えるケーブルになります。こちらはグリスになります。詳細は特に書いてなかったので性能はわかりません。次はファンになります。お、ここにはきちんとドラゴンのマークが入っていました。今回の管理水冷はヘッドの部分にはドラゴンはなく、ファンのこの部分にだけドラゴンが書いてあります。パソコンを動かしている間はファンが回り続けるので、ドラゴンが嫌いな方でも見えないからいいですね。私は個人的にはドラゴン好きなんですけどね。防振ゴムもきちんとついています。ただこちらのファンはデイジーチェーンのようなファンではないので、ケーブルでの連結式となっています。最後は水冷のヘッド部分になります。大きめの銅ベースプレートとなっており、さらに内部にはより細かな設計で熱がより早く伝達するような作りになっているみたいです。中には細かい凹凸があるってことなのかな？おそらくそうだと思います。では実際に取り付けていきましょう。シュララ。それでは取り付けていきましょう。今回はインテルマザーボードへの取り付けをやっていきます。まず最初にバックプレートを取り付けます。使用するマザーボードは MSI の MAG-Z790 トマホーク Wi-Fi なので、LGA1700 用のバックプレートを取り付けます。こちらのバックプレートをマザーボードの後ろからネジ穴に合わせて差し込んで、ネジでバックプレートを固定していきます。映像では手でバックプレートを押さえていますが、両面テープがついているのでそれで固定するとより簡単に取り付けられると思います。こちらのネジは手締めでできるので割と簡単に取り付けられます。続いては水冷ヘッドにブラケットを取り付けていきます。こちらがインテル用のブラケットになるのですが、よく見ると凹凸があるのが見えるかと思います。平らなところと凸ってなってるところがあるわね。はい、水冷ヘッドにも同じように平らな面と、凹み部分があるのでそれに合わせていきます。こんな感じで入れば OK です。おお、これはわかりやすくていいわね。ちなみにこちらを逆さまにして入れようとすると、もちろん凸部分が引っかかってしまい入れることができません。なのでここは上下逆などの間違いはなさそうですね。リテンションプレートを入れたらネジで固定していきます。左右取り付けるとこんな感じになります。で、こちらの水冷ヘッドを取り付けていくのですが、グリスをつける前にどの向きで取り付けるのか確認したところ、どうやらこの管理水冷、どの向きでも取り付けはできそうなんですよね。あれ、LGA1700 って長方形の形してなかったっけ？そうなんです。LGA1700 って長方形をしているから一つの向きでしか取り付けられないと思ったんですが、ものによってはこのようにどの方向からでも取り付けができるみたいですね。メモリやらケースによって向きが変えられるのはいいかと思います。ということで CPU グリスを塗って水冷ヘッドを取り付けていきます。今回も使用するグリスは SMZ01R になります。水冷ヘッドのペリペリを剥がして、シンメトリカルドッキング。水冷ヘッドを乗せたらネジ止めをしていきます。軽く締めたら CPU と水冷ヘッドの間の空気をグリグリして抜いてあげます。そしたらさらにネジを締めていきます。今回は MSI のロゴが正面に来ているので問題ありませんが、もし曲がっていた場合はこんな感じで回すことができます。ではあとはラジエーターにファンを取り付けてケースに取り付けていきます。ということで完成したのがこちらになります。え、ファンとラジエーターの取り付け部分は？ネジ止めするだけだったのでカットしちゃいました。光らせる前の状態ではありますが、トマホークのブラックと相まって結構かっこいいですね。確かにそれはあるわね。黒ベースのパソコンには合うかなといった印象です。ライティングをするとこんな感じに光ります。おお、これが日食をイメージした水冷ヘッドなのね。パッケージの絵で見ると月の満ち欠けかなと思ったんですが、ライティングさせると確かに日食をイメージしてるなって印象が出てきました。確かに光るとそう見えるわね。ファンの方はこんな感じでライティングします。さすがに回転してるとドラゴンは見えませんね。これでドラゴンが見える人はきっと相当な動体視力の持ち主ね。確かに。ということで今回の検証機はこちら。CPU はインテル Core i9-13900K、マザーボードは MSIMAG-Z790 トマホーク Wi-Fi、GPU は GeForce RTX3080 ゲーミング X トリオ 10GB、メモリは G-Skill Trident ZDDR56016GB×2枚、クーラーは MSIMAG Core Liquid E360、こちらで検証をしてみました。では行ってみましょう。シネベンチ R23? ということでシネベンチ R23 をやっていきます。爆熱の i9 を冷やすことができたのかしら。それでは結果を見てみましょう。今回は PL 無制限、MTP288W、PDP253W の3種類で計測しました。まずはスコアから PL 無制限は 37,836 と 38,312、MTP288W は 37,450 と 37,654、PDP253W は 34,584、35,687 という結果になりました。
こちらは電力制限がかかってる分、それに応じてスコアが変動したということですね。スコアもそうですが、コア i9-13900K を冷やせたかどうか気になる結果を見てみましょう。あれ？これって、さすがに PL 無制限のマルチ10分間は100度に行ってしまいましたが、マルチ1回であれば97度で抑えることができました。マルチ1回とはいえ、13900K で100度までいかないってすごいわね。ただやはり連続して使うと100度に行ってしまうので、i9-13900K を常用するなら MTP 制限はしておいた方が安心ではありますね。次にファンの運用も測定しました。測定はファンから 30cm 離れた位置での計測となります。またファンケーブルはノイズレデューサーケーブルを使ってみました。では結果を見てみましょう。ファンのスピードを 0% から 100% を5分割にして計測をしてみました。0% で 35dB、25% で 36dB、50% で 38dB、75% で 42dB、100% で 46dB という結果になりました。さすがに 100% の時は多少ファンの音が聞こえてはきますが、そこまでうるさいなといった感じではありませんでした。ということで今回は、MSI-MAG コアリキッド E360 をご紹介してみました。あんた的にはどうだった？見た目は黒ベースでファンは光りますがヘッド部分はおとなしい感じで、日食のようなデザインはかなり斬新だなと思いました。性能面で言えば、Core i9-13900K もマルチ1回とはいえ100度までいかなかったので、性能としてもかなりいいんじゃないかなと思います。そして何より、今ならソニックがついてくるのは結構魅力的かもしれません。まあ確かにそれもあるわね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。